時は2023年年末、ディシア使いの旅人たちには2つの大きな派閥が存在していた。片や古来より伝わる炎統一モノパイロ編成、片や新たなる神を取り入れたフリーナ入り蒸発運用編成、そしてそんな派閥とかどうでもいいとか思っている皆々様方という構図。この2つの派閥は熾烈な争いを起こしており、ディシア研究を行う人々の間では日々討論が繰り返されていたのでありました。そんな中、2024年年始、そんなアタッカー型ディシアの派閥争いの中に颯爽と現れた第三勢力、その名もシュブルーズのカフカ編成。回復に加え攻撃バフ、炎雷デバフ、エネルギーチャージ補助、炎雷ダメバフまで取り揃えて持ってきた、実質星5、いや星6のヤバいキャラクターシュブルーズの実装。これにより今まで火力が足らず日の目を浴びてこなかったライデン・ディシアによるカフカ編成が第3の選択肢として上がってきたのです。まあこの前語り撮ってるのは2023年年末なんでまだ実装されてないんですけどね。これはまあ確実に生きるやろうっていう妄想の話で語ってます。ということで今回はシュブルーズを組み込んだディシアの新編成、カフカ軸ライデン・ディシア編成についてご紹介。注意事項です。諸事情によりこの序盤の語りや映像に関してはシュブルーズがイベントのお試しで登場した際のものを用いています。使用感などを語る前の机上論として聞いていただいた上で、実際に運用してみたらどうだったという感じの実践編の変化を見てもらえたら幸いです。また今回の動画の前身であるライデン・ディシアカフカ編成に関してはシュブルーズの情報が公開されたタイミングでご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。それではディシアの新たな編成を開拓しに行きましょう。よろしくお願いします。ではまずシュブルーズの概要を超ざっくりと。シュブルーズ、カフカ特化というめちゃくちゃ尖っていると見せかけて今後普通に使っていけそうな星4の皮をかぶった実質星5級のサポーターです。星6って言ってもいいかもしれない。すでに多くの方がお試しの情報から動画を投稿されているようにかなりエグいサポート性能をしています。まずは貫突も含めたサポート性能、特徴的な性能を列挙していきましょう。元素スキル、緊迫阻止射撃、フィールド上にいるキャラクターを持続的に回復、回復量はシブルーズの HP を参照。フィールド上のキャラクター単体回復ということを見ると忍の回復に近いイメージですね。お試しの中途半端ビルドでもこの回復量なんで特化させれば十分な回復量は期待できそうです。ちなみに粒子は4つ出ます。結構出るね。固有テンプ、先兵共同戦術、カフカ反応を起こすと炎雷元素の耐性が 40% ダウン、継続時間が6秒。固有テンプ、獣人戦力統括、カフカによって強化されるシュブルーズの元素スキルを使うと炎雷元素のキャラクターの攻撃力をアップ。シュブルーズの HP によりその値は変わり、シュブルーズの HP4 万の時に 40%、 継続時間が30秒です。固有テンプ、迅速行軍戦略、ダッシュ時のスタミナ軽減 20% です。カフカで吹っ飛んだ敵を追いかける上では結構いいですね。一突効果、戦線維持の弾力、カフカ反応を起こすと元素エネルギーを6ポイント回復、10秒に1回発動。貫突効果、在下終始の追放、シュブルーズの回復を受けると炎雷元素のダメバフが 20%、 継続8秒最大3層まで。炎雷バフに限定されているとはいえ最大で 60% のダメバフ、無理ない範囲でも 40% は見込めるダメバフです。もうね、アホかとバカかと、お嬢ちゃんな、星4ごときで普段来ないような性能持ってきてんじゃねえよ。バフ性能やデバフ性能に加えて味方の回復やチャージ補助までをこなせるこのスペック、仕事量だけで見ても星5クラスというのは言うまでもありません。さらにその強みを見せているのはサポート性能の効果量。バフデバフの量はなんと水力4セットを持った熟知1000を超えるカズハとほぼ互角です。炎雷の編成に限定しない場合でも攻撃バフとダメバフは使えますし回復もできてしまう。圧倒的な編成枠圧縮と枠を圧縮したところで既存の編成に変わらぬサポート性能を与えられるというイカレっぷり、こりゃえぐい。こんな強いキャラが来るんであればその恩恵に預かるしかない。以前ご紹介したライデン・ディシア編成の強みを見つつシュブルーズでサポートしていきましょう。ライデン・ディシア編成の強み、以前ご紹介してるんでここはざっくりいきます。ライデン・ディシア編成案外相性いいんですよね。1つ目、中断耐性のループ。ライデン・ディシアともに爆発で中断耐性を持ち、どんな攻撃が来ようが吹っ飛んだりひるんだりしません。そしてその2人の爆発がない間はディシアの元素スキルに付随する惜しみなき浮力によりサポートするキャラクターたちも中断耐性を与えられます。2つ目、
ディシアの爆発の重さを緩和するライデン。ディシアの爆発結構重いですよね。そこを緩和するためのライデン将軍。ディシアのチャージ効率を盛りすぎる必要性が薄れます。またディシアの爆発が重い分、ライデン将軍の爆発が強化されるという恩恵もあります。この2人結構噛み合いは良かったものの、他編成と比べると火力が出ないというデメリットがありました。では改めて編成紹介。ライデン・ディシア・カフカ軸編成です。ライデン・ディシアに加えて今回のキーパーツシュブルーズを組み込み、残り1人に九条サラを編成しています。ライデン・ディシアの2人の爆発を火力の軸とした編成です。表1人だけを強化するシュブルーズのバフ性能とも噛み合っています。なお炎共鳴、雷共鳴が発動しており、攻撃バフと元素エネルギー補助が入ります。従来の編成だとサポーターの枠が九条、ベネット、カズハからの選択となっていたところ、枠圧縮が可能になったという形です。またベネットという汎用性のアホほど高いキャラクターを編成に組み込まなくてもいい、螺旋の片方にベネットを使ってもいいという点が強い。アタッカーディシアをやる上ではニコイチレベルで、今まで編成から離せなかったベネットを外せる、これだけでだいぶやばいんですよね。ライデンの爆発の際のダメージはシュブルーズの回復とディシアの肩代わりでサポート。ダメージを多めに受けたディシアもシュブルーズの回復と自己回復によって倒れることはほとんどありません。ベネットを編成していた時のような炎自己付着による蒸発事故も減らせるでしょう。では一人一人のビルド解説します。まずはシュブルーズ。実装前の判断ですが、お試しのセットでももはや問題ないかと思われます。武器はフォンテーヌ鍛造武器正義の報酬、生物は旧貴族の4セット、時計杯は HP、 冠回復効果バフで回復特化、HP は盛れるだけ盛り、4万は目指したいところですね。机上論なんで実際の使用感などはこの後の実践編の私に丸投げしたいと思います。お次ディシア。今回の実践編は火海4セット、異界のしるべを選択。生物は他に絶縁4も可能ですが、ライデン、九条と絶縁4、3人分を用意するのは難しいかもしれません。武器選択。異界以外であれば末路、悪王丸、お魚体験、タイダルシャドウ。チャージ武器なら天空、清風、あと炭素の長間さんかもありです。今回特に紹介したいのは悪王丸。悪王丸は限定星4武器ではあるものの、チームの爆発が重いほど爆発のダメバフが加算されていくというなかなか強力な武器です。シュブルーズの爆発は60族であるため、この4人の編成の合計は元素エネルギー300、貫突であれば 72% のダメバフが入ります。なんならライデンの爆発のダメバフも入り、武器とライデンだけでも最大 93% の爆発ダメバフが与えられます。ここからはサクッと。ライデン、爆発回転補助と爆発のダメバフを行いつつ火力を出す2人目のアタッカーです。生物は絶縁4、武器は草薙の稲光を使用。育成方法やテンプの詳細、武器の選択肢に関しては過去に挙げています育成論動画からご確認ください。最後九条サラ。ライデンの火力を引き上げつつ、取り回しのいい攻撃バフを2人のアタッカーの直前にばらまき、自身も強力な爆発による火力を出すサブサブアタッカー兼サポーターです。生物は同じく絶縁4セット、武器は天空弓を使っています。キャラクター詳細に関しては以下略です。よければどうぞ。今回のライデンのピックアップでこの星42人も揃ってしまうというのはなかなかいいですね。以上4名をライデン・ディシア・カフカ軸編成とします。ではここから先は実践編の私に丸投げです。実際にシュブルーズを組み込んだカフカ編成、どれぐらいのポテンシャルがあったのか見ていきましょう。まあガチャ爆死せんといてくれよ、頼むからな。ちなみにね、多分ね次天井なんだよね。多分ねこれ天井なんだよな。そうだよな、そうだよな。頼む頼む、せめてすり抜けで神団長来て神団長引いちゃうんだよね、やーい終わり、うん、一番の板で運金終わり、おしまい、うん、将軍4突、終わり、さあ、というわけで貫突してきました。230連貫突なんで、まあまあまあな結果ですね。では実際に騎乗論がどのような結果になったのかを確認していきましょう。実践編に参る前に変更点を一つ。シュブルズの生物をアリシヒ4セットに変更しています。正直ここに関しては旧貴族でも問題ないと思いますが、爆発のタイミングを気にしなくてもいいという利点がアリシヒにはあります。お好みでどうぞ。では改めて編成評価の結論です。この編成
アタッカーとして使うリシアの編成としてはめっちゃ使いやすいという印象でした。そもそもコンセプトの通り、ライデン・リシア双方のアタッカーとして組んだこの編成ですが、2人ともに共通する点が爆発アタッカーであることと本来はサポーターであるということです。お互いの爆発の間にお互いがサポートし合える場面が多く、ライデン将軍の火だめが抑えられたり、リシアの爆発が低いチャージ効率でも回したりする点は特に強みとして上がるでしょう。シュブルーズの性能自体も予想以上に優秀であり、ダメバフが与えられる貫突効果は問答無用で強くはあるものの、無凸時点での耐性ダウンの能力だけでも十分編成としてやっていけるキャラクターでした。カフカという反応自体は正直救われたとは思いませんが、雷と炎元素、今まで相性が悪かった2つの元素のキャラクターを組む理由になれる点でシュブルーズは優秀と言えるでしょう。事前評価では問題があるかもとされていたカフカで吹っ飛んでしまう点に関しては意識すれば対処可能であり、リシアンの爆発の追尾機能やシュブルーズのダッシュのスタミナ軽減テンポが有効に機能しています。このための自動追尾だったんだね、リシア。あとシュブルーズの爆発は集団に当たった場合、爆発初段のところに集積する能力もあります。簡易的な風元素キャラクターのような動きができます。めっちゃ偉いと、まあ基本的には使いやすさぶっぱの編成になりました。何より爆発を火力源とするキャラクターが2人いることで、編成が何もできない時間、いわゆるニートタイムが短く、片方の爆発が溜まっていない時などにももう片方が爆発を使えるという状況が大変よろしい。でも使いやすい使いやすい言ってるけど、火力はちゃんと出せるんだろうなという話はあるとは思います。はい、火力はちゃんと出ます。少なくとも私の環境ではフリーナを組み込んだ蒸発運用やモノパイロ編成などのような既存の編成、またライデン将軍主軸のハイパーキャリー編成やフリーナ入りの新型ライデン感電編成などよりも火力が出せるようになりました。編成としてやっていることはモノパイロディシアとハイパーキャリーライデンを融合した編成なので当然の結果でしょう。ですがこの編成コストがかなり重いのが一番の難点です。特にディシアの1突貫突、ライデンの2突、九条お皿の貫突、シュブルズの貫突、あとライデンの草薙がここに当たります。中でもシュブルーズの貫突やディシアの突によってディシアの火力が、九条の貫突やライデンの突によってライデンの火力が上がるようになっています。このあたりは突があれば火力が伸びる、なければ火力は抑えられるというふうに思っていただければ大丈夫です。当たり前ですけどね。まあただうちの環境レベルで火力を出すためにはそこそこコストはかかっているよということはお伝えしておきます。お手軽編成というにはちょっと遠いかもしれない。しかし凸が進んでいなくとも編成の動かしやすさ自体は戦術の通り変わりません。マジでそこが強い編成なんでね、この編成は。総評です。シュブルーズを組み込んだライデン・リシア編成、大変使いやすい編成となっています。今までのリシアの欠点であった爆発の重さを感じさせず、全体の凸が進めば使いやすさと超火力を合わせ持つとんでもなく優秀な編成になりました。ライデンとディシアしっかり育成しているという方はぜひ運用してみてください。マジでこの編成強いです、本当に。今回はこの辺で編成の紹介は終わります。本当は九条の有用性や他の候補などもお伝えしたいんですが、そのあたりはまた後日。ディシアの実装からもうじき1年となりますので、その辺をまとめた編成動画を作る予定です。そちらでご紹介しますので少々お待ちください。ここまでのご視聴ありがとうございました。この後は実践紹介です。超火力と使いやすさを合わせ持つライデン・リシア編成をとくとご覧ください。どうぞ。見切りました。ここより弱滅の時。なかったのです。武器を捨て、イカズチに耐えられるか。手加減なしだぜ。投稿しろ。動くな翼よ。無我の境地。やっセーフ。
しろ。最後の警告だ。武器を捨てろ。やっよっ翼よ、イカズチに刺す。ふん、歯食い縛れよ。はっ、法の裁きを受けてこい。動くな。武器を捨てろ。はっ、逃げ道はありません。無我の境地。てっ、ふっ、はっ、そこ。やっ、てっ。はっ、やっ、はっ、見切りました。はっ。これは必要な武力だ。動くな。武器を捨てろ。雷戦。浄土を開墾。メガチュ。はっ、ここであんたを潰す。稲光、すなわち永遠なり。見切りました。投降しろ。最後の警告だ。武器を捨てろ。動くな。翼よ、浄土を開墾し、ここであんたを潰す。行くぞ。雷戦。最後の警告だ。法の裁きを。裁きの雷鳴、無我の境地。せやせせて、死ね。雷鳴に、これは必要な武力だ。手加減なしだぜ。耐えられるか。六体の極限。